やばいね今年本当に。ほんまにやばくない？もうこれはね、危険危険ですね、外に出るのは。本当に本当に危険レベルこんな暑いの初めて、今まで生きてきた中で今年が一番暑い気がする。ほんまにやばいよねどうしたの世界は。なんか外でさ、お仕事とかされる方もいるだろうしさ、スポーツとかいろいろ外のか、外でさこう長時間いなきゃいけない方は本当に心配ですね。もう休憩を挟みながらしか対処法はない。よね、本当にやばいよねやばいねだよね、怖いね。早く冬になってほしいな。ティフデイスティーユ見た時あの時間やばかった。いや本当にそれです、本当にもう体が燃え上がりましたね。命の危機、危機ですね本当に。あ、そうだ、昨日ね、そうメール、緊急でメールを送ったんですけど、あのお仕事の前に本当は配信をしたかったんですけど、ちょっとそこに急遽予定が入ってしまって、でその後お仕事がもう夜までだったけん配信ができなかったです。ごめんね。じゃけなんか配信久しぶりな感じがするティフのことも話されてないもんね配信で。そうティフも本当に体が燃え上がった本当にね、あれなんよ、足がね、あの普通公演とか他のフェスとかでもまだ顔が熱くなるとか汗かくとかはあるんですけど、足とか腕があの熱を持ってティフの時熱を持っててめっちゃ熱かったんですよ。熱くてもう燃え上がっててそうだから、あのマネージャーさんが持ってったなんか冷たくなるスプレーみたいなやつがあるんですけど、その冷たくなるスプレーを体中にかけてそう、よつん、まあでも誕生日があるから10月も好きだけど、いや寒い方が好きだから寒いのがいいな。ギフトありがとう。そうティフ、熱中症にはならなかったけど、でも熱中症マジかみたいな、みんな多分リオだけじゃなくてメンバーみんな本当に熱中症間際だったと思います。ティフで写真集予約しようとテント行ったらリオツンがいて暑さ忘れた。あ、そうなの。そうティフでね本当にステージの後は物販もあって、その物販で写真集のね予約購入もあったんですけど、申し込んでくれて嬉しかったです。ステージもめっちゃホットステージっていうめっちゃ大きいステージだったんですけど、もうめっちゃね
奥の奥の奥まで人がいて、めっちゃ見に来てくださってたんですよ。しかもオーバーチャーで、なんかそのコールがあると思うんですけど、その時になんかもう地面が揺れるぐらい地面が揺れるぐらい本当にめっちゃコールがすごくて、めっちゃ大きくて、今まで聞いたことないぐらい大きくてびっくりしましたね。たくさんの方が見に来てくださってて嬉しかったです。しかも本当に1曲目の暗闇でセンターを任せていただいたことがすごく嬉しかったです。だって1曲目ってさ、すごいなんて言うんだろう、大事じゃないですか。それのしかも暗闇っていうね、大切な STU48 にとって大切な曲のセンターをやらせていただけるなんて嬉しかったです。うん、15分経ったらね、ちょっとこの後もお仕事があるので配信を終わろうと思います。なので13分ぐらい経ったら教えてください。お願いします。てかさ、これさ、車にいてもさ、外からのさ、やばいよね。これ焼けそう、やばいちょうど当たってる。逃げる、肌が当たらないように逃げなきゃ。ちょっとこれは危ない。でもすごい体勢しとる。ね、もう車の中で日傘さすかないやでも本当にさ、車の中から、車の中への光もさ焼けるけんさ、めっちゃ暗闇でセンター感動した。嬉しい嬉しいもうリアルホットステージだよリアルホットステージです。全部で何曲？暗闇して、サングラスデイズして、その次何したっけ、あ、ヘタレたちをして、 MC して、で次が愛の重さして、僕らの春夏秋冬して、珍しくで、ペダルと車輪と来た道として、夢力実験7曲しましたね。そうだよね、車乗ってて右腕だけ焼けたことある。え、あるあるだよねなんか運転するお仕事の人とかめっちゃ大変そう。もうね、大変そう、マジで。そうなんですよね。そう、昨日も本当にずっとレッスンレッスンレッスンって感じでレッスンレッスンレッスンって感じでした。この時間いいかな。
消えたな。争うことなんかなくなるのに。高校生になって一段と可愛くなった？リオ？ JK？ JK パワー。そう、本当に今日って何日？ 6？ 6? てかさ、今週さめっちゃね、今週から来週にかけてはめっちゃスケジュールがパンパンで、そうめっちゃやばいんですよ。そう、そうなんですよ。今週から来週にかけてが本当にやばくて、フェスが2日連続からの、お話し会2日連続からのお仕事があって、でまたフェスがありみたいな。でほぼお仕事がない日は毎日レッスンがあるので、へーって受ける。みんな13分だったら教えてください。今何分経った？13分経った今。ウケる。展示見ます。13イエポンタさんありがとうございます。12そんなこと中目黒さんありがとうございます。11ポムさんありがとうございます。10リノットさんありがとうございます。9位エシポンさんありがとうございます。8位ビリさんありがとうございます。7位満月ライダーさんありがとうございます。6位コアラさんありがとうございます。5位ゆずきちさんありがとうございます。4位ヒイラギさんありがとうございます。3位ひがさらたっけさんありがとうございます。2位すずかさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 ルーバーン、台湾高尾さんありがとうございます。お城にバリア張ってね。あ、もう切れてた？張らなきゃ。ありがとう皆さん、ありがとうございました。ちょっとね短かったんですけど、来てくれてありがとうございました。今日はもう配信ができそうにないです。明日もちょっとお仕事なんですけど、まだ明日のスケジュールが分かんないので、いつ配信になるか未定でございます。よろしくお願いします。それではみんな本当に暑いので気をつけてください。本当にこれは危険です。危険ですよこれは。お互い気をつけましょう。リオも気をつけます。気をつけようね。それでは、あ、テロップ出た。バイツー、バイツー、また明日、バイツー。